はい、タンタンです。アルタミラのジプシーギターが続々と入荷してまいりました。まずはオーバルホールの M10 の型番のオーバルモデルのご紹介でございます。次に D ホール、そして M の01モデル、そしてレフトハンドモデルもございます。最後までぜひご拝聴のほどよろしくお願いいたします。まずはこちらアルタミラの M の10番 M10 でございます。トップスブルースにサイドバックがこちらマホガニーのジプシーギターになります。で、オール単板のモデルです。670ミリスケールのロゴに、アルタミラハンソンタンタンとアルタミラの社長さんとうちのコラボロゴが入っております。じゃマホガニーの単板モデルということで、結構なんていうんですかね、ローズの響きともやっぱり違うので、この辺が、気に入った方はぜひ触っていただければなと思います。結構こうマホガニーの低音ですね、中音から低音がかなり効いたサウンドになります。マホガニーのあったかみのあるサウンドですね。で、ローズのようなこう角のある感じはない、そんな感じの印象ですね。これがまず M の10のオーバルホールモデルということで、まず1本目、そして2本目がこちら D ホールですね。先ほどのものと同スペックの D ホールモデルになります。M10D と M10 の D ホールモデルということです。で、こちらはマホガニーのサイドバックモデルになります。マホガニー仕様の D ホールもいい音するんですよ。やっぱりこう音の出方としてやっぱり低音が強調される楽器ではあるので、さらにこうまろやかな感じの中音から低音が特徴かなと思います。こちらもオール単板モデルになります。 M の 10D ですね。そして、こちらが M の 01 M01 ですね。こちらがセルマスペックのトップスプルース単板のサイドバックがローズウッドラミネートボディのセルマスタイルのギターになります。こちらがスタンダードのモデルと考えていただいて大丈夫でございます。
やっぱりローズラミの歯切れの良さがありますね。全然マホガニのものと比べても音の感じが違うと思いますけれども、こちらが M01 のオーバルホールモデルでございます。そしてそれの、左利き用の個体1本だけ、ご用意させていただきました。こちらも M01 の、レフトハンドモデルということで1本だけご用意させてもらっております。こちらちょっと引けませんので、引きませんけれども、左利きでお探しだった方、しっかりとした個体入荷してまいりますので、ぜひ試していただければなと思っております。で、戻りまして、こちらアルタミラのマホガニスペックの M10 ですね、に戻りました。ということで、今回入荷分、その、4機種になりますけれども、それぞれシリアル管理してますんで、末尾、シリアルの末尾3桁、でご確認いただきながら、木目とかも若干違いますし、気に入ったものございましたら、ぜひ触りに来ていただいて、お試しいただければなと思っております。かなり作りもしっかり作られております、アルタミラのギターですね。アルタミラ、もともとクラシックギターの、メーカーさんなんですけども、ジプシーギターやり始めて、ラベルにも書いてあるんですけど、2007年から、作り始めたということで、もう年々、フレット処理とか細かいところもすごい丁寧に仕上がっておりまして、年々作りが良くなっているブランドでございまして、もう完成形なので、本当に素晴らしい出来かなと思います。それでこうコストも、ね、コストパフォーマンスも非常に高い仕上がりになっておりますので、ぜひですね、試していただければなと思っております。そんな感じで本日ご紹介いたしましたのは、ジプシーギターですね、アルタミラのギターでございます。写真と、見比べながら、ぜひシリアルで追っていただければなと思っております。それでは、タンタンでした。